皆さん、おはようございます。マーティンダーの脈部を、金クです。入試改革の影響。はい、関西大学はどういう風になるか。今までにない挑戦、SDGs の達成や、いろいろですね。はい。まあ、教育感覚が進んでますね。はい。神戸三田キャンパスでは、理工学部、理学生、工学部、えー、生物環境学部、建築学部を再編に、まあ、AI の時代でございまして、いろいろバーチャルラーニングを開講するそうでございます。3つの部門。 こういう体験学習もあるそうです。はい。4月から再編します、新たに。はい。小学部では、はい。いろいろビジネス留学、オンライン留学のプログラムも作成してますね。やはり、海外には行けないですね、なかなか。はい。入試も、まあ、いろいろ変わって、えー、まあ、前日程度で導入と、まあ、可能な場所で、えー、いろいろですね。はい。総合型と数学、理数型の中心に2つの入試。いいですね。併願も可能です。 まあ、入学検定料は1万円だそうです。すごいお安いですね。まあ、はい。中学部では、ご効科型、3科目型、あと英語資格、検定、試験活用型の入試以外、7科目型新設するそうです。あとはいろいろ変わりますね。配分とか。リスニングの配分量ですね。はい。いろいろ改革変わりますね。以上です。バイバイ。